やっはろー！ってことで皆さんどうもこんにちは、マロです。本日も大人気シリーズ、ヤバすぎる海外のマインクラフトを見ていきたいと思います。今チャンネル登録をすると、席替えで気になるあの人と隣になれるかもしれないよ。だから今この3秒間だけ待つんで、3秒の間にチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。3、2、1。僕でした。はっ、くそうぜ。こんなやつ俺隣にいたら多分俺筆箱でぶん殴ってるわ。年内登録者数12万人を目指して頑張ってるので応援よろしくお願いします。ってことで早速本編やっていきましょう。松明置いて冒険してる感じだね。そうなんだなんだ、この先に何かが来るんじゃないか。クリーパーとか来るんじゃね。お、違う、エメラルドか、これ苔蒸した、なんだ、あースポナーだ。え、な、何が入って、何が入ってる、え、松明に変えちゃったんだけど、どういうこと。え、あ、襲ってくる感じ、松明がもしかして。あー、なんか松明ついてくれるとかじゃなくて襲ってくるんだ、怖っ。さて、松明をつけてて危ないよ、下大丈夫それね、危ないよそのまところ。お、うまいこの人。あー、でも届かないね。どうすんのこの長さ。いやー、何も伸ばせるものないね。おー、ちょっとインベントリーは置けないでしょ。いや、置けるんかい。はいはい、小麦を取って、小麦取りまして、あ、なんか取れないこの小麦。こいつだけなんか勇者じゃないと引き抜けない小麦とかなんじゃないのこれ。選ばれし者しか引き抜けない小麦。いや、そんなことしても取れないでしょう小麦は。ほら動かない。あ、もしかしてお前が選ばれた勇者なのか。あ、な、何を進めた。あ、そこから、お、あ、まあそれでも種がね。あ、 TNT で爆破してもそれは無理でしょう。え、ほら耐える。なんか小麦だけが浮いちゃってるわ。さあ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 、木を掘りまして、もう一個掘ろうとしたら飛んでっちゃった。おおお、なんか体操選手の村人が来たんだけど、アクロバティックスニーカー。お、なになに、何が取れた。え、レッドストーントーチ。あ、ん、お前は TNT やったんか。あ、やばい、あいつが来たら何かが起きるぞ。大丈夫か、何をするつもりだ。え、なんか立てたぞ。え、大丈夫。え、掘られてない逆に。え、掘られちゃったじゃん。え、やばいやばい、どうすんのそれ。あー掘れない、掘れ、いや掘れるんかい。ほんでもて、あー、なるほどね、仲いいんだ。それ食われ、あー、なるほどね、なんか友達同士だと、なんか敵だと思ってたわ。え、なに、どういうこと、それ置けるってこと、自由に。村人にあげて、村人大きくなっちゃったけど、これ大丈夫。え、なにこれ、なんだっけんだ、 やばい、なんだ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 、もしかして回って、飛んでちゃったね。さあ、これからどうしようかっていう風になってるや、これも完全に。どうしましょう、どうしましょうって。でかいな、おい、レッドストーンブロックでか、どこまで行くの、帰っておいで、どこまで行っちゃうの。そんでもってやっぱでかいなこれ。それで一発壊れるんかい。何を持ってきた。いや、最初まさかの伏線回収。ちゃんと伏線回収して、そんでお前が木になって、で飛んで、もしかしてゴーレム倒しちゃう。おー強い。え、でもゴーレム消えない。まさかゴーレムの方が強かった説か。うわ、飛んでちゃった。あ、で帰ってきて、さすがに倒すと、でゴーレムになっちゃったりはしないのか。ツッコミどころが多いのよ。あ、帰ってっちゃったよ。大丈夫これ。中から出てこない。あ、出てきた。キモいな。キモいな、そんでもって。キモいな。どうにかしろよ、それ。いや、クラフトできないよ、自分の体は。クラフトで取り戻せない。沈んじゃった。どこ行っちゃったね。いや、半分もらっても使い道がないから、これ。あ、はめてあげるのかな。あー、綺麗にはまってよかった。なんかこれもうまた振り、おお、まさかの、まさかの戦いが始まった。待って、大丈夫か、大丈夫か。なんか眉毛が動いてない。あ、だ、ね、ね、ね、カエルが、あ、ドリームだ、ドリームになってた。これもしかしてスゴ技が来るんじゃないのか。
なんだ、何が来るんだ。いや、それはチート。それは許されない。それはチートないよ。それはもう。ドリームさん、それチートです。え、なんかポータル入ったらなんか、あ、いや、まさかのラスボスがガストとは。うわ、このファイヤーボールの一撃がクソ重いとかじゃないのこれ。いや、お前やったんかい。ラスボス、ベイブレーダー、村人だったんかい。